だからみんなに嫌われるんですよ。坊やがかばっているのは鬼ですよ。危ないですから離れてください。ああ、そうなのですか。かわいそうに。では苦しまないよう優しい毒で殺してあげましょうね。これ対立違反なのでは。あなたがその気だろうと、私はここで時間稼ぎに付き合う気はありませんので。ではごきげんよう。それで私に追いつく気ですか。私を止めようとすることも結構ですけど、もう一人いることも忘れなく。なんとかおっしゃったらどうですか。これは最後通告です。理由くらい話してください。本部より伝令あり。竹を噛んだ少女の鬼